人とも、お茶どうぞ。ありがとう、ロッカー。はあ、冷たくて美味しい。外暑かった？うん、歩いてて汗が止まらなかったよ。ロッカの家がもうちょっと遠かったら干からびちゃってたよね。そんなに？ねえねえロッカ、そこにある箱ってもしかして？うん、アコちゃんたちへのお土産だよ。わあ、やったー。そういえばラスの人たちとココナッツパークに行くって言ってたっけ？うん、その時にクッキーを買ってきたんだ。ほら見てみて。ありがとう。ってこのクッキー、トコナッツパークへ行ってきましたってプリントしてあるやつだ。ありがとう。こういうの買う人って本当にいたんだ。定番じゃないの？二人と一緒に行った時にチラッと見ていいなって思ってたんだけど。私はあんまり選ばないかな。そうなんだ。地元にいた頃、地名がプリントされてるお菓子をもらうことが多かったから、そういうものだと思ってた。アコもあんまり食べないけど、こういうクッキーって美味しいよね。なんかアコお腹空いてきちゃった。今食べてもいい？もちろんどうぞ。それじゃあ私も食べようかな。せっかくだしみんなで食べよう。はい、これはアスカの分。ありがとう。意外と美味しい。口の中でいい香りがする。バターが多めなのかな。あこ、もう一つ食べちゃおうっと。私ももらおうかな。二人とも気に入ってくれたみたいでよかった。それでトコナッツパークはどうだった？てら楽しかった。楽しすぎて一日が一瞬で終わっちゃった。ねえねえ、ウォータースライダーは乗った？乗ったよ。だけどやっぱり怖かったかな。ロッカ、私たちと行った時は下から見ただけでブルブル震えてたもんね。一回乗っちゃえばロッカも気に入ると思ってたのにな。私はダメだったけど、チチさんがすごく気に入ってたよ。マスキさんとパレオさんと3人でパークにあるウォータースライダー全部回ったんじゃないかな。チュチュが？なんか意外だね。ロッカから聞いてる感じだとウォータースライダーっていうかプールそのものが好きじゃなさそうなのに。チチさんも最初は乗り気じゃなかったんだ。でも行ってみたら楽しかったみたい。そっか、誘ってみてよかったじゃん。行く前に行ってたナイトショーはリベンジしたの？見れたよ。本当に綺麗だった。いいよねナイトショー。話を聞いてたらアコもまたトコナッツパークに行きたくなっちゃったよ。また今度3人で一緒に行こうね。うん、アスカも一緒にナイトショー見よう。次行ったらね。ってプールの話もいいけど、そろそろ本題に入らないと。本題？もう二人して。そもそも今日は宿題をやるために集まったんじゃん。そうだった。アコまだたくさん宿題残ってるよ。どれくらい？数学でしょ、古文のプリントに読書感想文でしょ、それから英単語のプリントに。こないだ私たちとやったの以外はほぼ全部残ってるじゃん。ちなみにロッカは？あと数学のプリントだけかな。私もあとは読書感想文だけ。なんで二人ともそんなに進んでるの？このままじゃアコだけ残りの夏休み遊べなくなっちゃうよ。
とにかく一つずつ終わらせよう。私たちも手伝うから今日中に全部終わらせて。この量を今日中に？こう考えればいいんだよ。夏休みの宿題を今日中に終わらせたら、あとはずっと遊んでいられるんだよ。一日だけ大変な思いをしたら終わるじゃん。やろ、タコちゃん。ロッカ、アスカ。わかった、タコ。今から超超超頑張るね。今日中に宿題を終わらせて、明日からいっぱい遊ぶぞ。おー